スタイフが人材募集？音声配信大手のスタンド FM がある職種の求人をしています。人材募集はその企業の新たな一手のその先が見えることがあるので不定期にチェックをしています。求人が見つかったのはインディードという求人媒体。そこでスタンド FM は求募というマークをつけての募集、しかも募集人数は3人というからまさに求募です。スタンド FM に一体何が？それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。今日は配信遅れましてすいません。というわけで早速今日は本題です。というわけで今日は早速本題です。インディード求人情報より営業 2C 音声配信アプリの営業セールス株式会社スタンド FM です。はい、音声配信業界のニュースまとめ毎週末やってますが、まあそんな中の一つで私求人募集もよく見るんですね。で、その中でですね、なんとスタンド FM がですね、営業セールスの職種を募集しているんですね。しかも求募なんですよ。詳しく見ていきましょう。東京都渋谷区株式会社スタンド FM、週2、3日から OK、社員登用あり、昇給昇集あり、在宅 OK、募集人数3人、勤務地渋谷区。そうなんです。つまりこれアルバイトなんですよ。時給1200円以上とのことです。はい、ですから3人募集してますので、我こそはと思う方はインディードのスタンド FM の応募画面から早速応募してみてはいかがでしょうか。気になる仕事内容なんですが、こちら引用しますね。音声配信プラットフォームスタンド FM での配信を検討している方、もしくはまだ認知していない方に向けてメールでヒアリングを実施し提案機会を創出する。問い合わせいただいた個人法人の方にメールでヒアリングを実施しサービス利用につなげるということなんですね。これだからいわゆるこのカスタマーサクセス、もしくはまあ営業という内容なんですよね。いわゆる正社員でも良さそうな案件ですけども、アルバイトなんですね。まあもちろん社員登用ありということですから、まあ成果次第ではということなんでしょうね。ですから歓迎条件には営業経験と書いてあります。これまでね、営業をしていた人でちょっと今お休みしてるなと。で、週2、3日からバイトでもしてみようかなという人にはいいんではないでしょうか。原則在宅勤務ですが、表参道にある当社オフィスへの出社も発生しますと書いてありますので、まあ在宅でも可能ですので、これは応募してみてはいかがでしょうか。時給1200円、使用期間3ヶ月、交通費全額支給、服装髪型自由と、リモート面接対応可能ということですね。さて、音声配信、他の会社の求人もちょっと見てみました。まずはラジオトーク。ラジオトークはエンジニアさんの募集が多いですね。iOS のエンジニア、それから専門職ウェブエンジニア、スマートフォンアプリエンジニア、iOS、Android エンジニア、どれも正社員ですね。年収400から800、400から800。ボイシー、マーケティング担当、あ、新着ですね。マーケティング担当が年収500から900の正社員。インサイドセールスが、年収400から500の正社員ということですね。あ、あとビジネスプロデューサー、広報も募集していますね。メディアプロデューサー、事業開発、広報、PR 責任者、モバイルアプリサービス。これ新着ですね。広報の方辞めちゃうんですかね。ボイシーはどちらかというともう本当にマーケティングというか、もう外向けの方を募集という感じですね。Spotify なんですが、公式サイトでは、まあ一般的なリクルーティングのページがあって、ハロー東京と書いてあって、11個の職種を募集しているという感じですね。まあこういうあの大手は、常に求人をしていて、まあいい人がいたら採用するというのが多いですので、まあまあ、そんな感じかと思います。プロダクトマーケティングマネージャー、シニアアナリスト、キャンペインマネージメント、代理店マネージャー、アカウントマネージャー、などなどですね。はい。興味ある方は、Spotify の公式サイトを見てみてはいかがでしょうか。はい。というわけで、気になるスタンド FM の営業セールスの求人ですが、他の音声配信ではね、あまり見られていませんでしたね。ですので、まあ、スタンド FM は本当にこれから、法人向けの
音声配信の番組を増やしたいというふうに思ってるんだと思います。実際限定公開 URL ですとか、あとはポッドキャスト配信もね、できるようになりましたので、確かに法人どんどん増えていいんじゃないかなとは思いますので、この動きには今後も注目していきたいと思います。クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信と週に1回の無料のニュースレターで配信していますので、よかったらぜひフォローしてくださると嬉しいです。今日はですね、気がついたらすやすやと寝ていました今朝のお風呂上がりから配信をしています。いつもよろしくお願いします。というわけで、いってらっしゃい。